なんでまだ動けるんだ。推測、敵サーバーの残存データ。結局、全部倒すまで続くってことか。私たちは。
喋ってるんだ。報告、敵の過去記憶の流出。不明、何かの資材にする可能性。資材？何を作るんだ？不明。
はアンロイド、私たちは敵の意志、戦うのだ。君はなぜ生命するのか、僕はなぜ存在するのか。ああ、光が見える。光よ、僕たちは空に飛ぶんだ。
この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たち。うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ、君を殺し続けることを。高機能モデルのナインエスタイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだろう、ナインエス。うるさい、うるさい。お前に言ったね。僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。ポット、9S の論理回路を修復する。了解。9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。ヨルハ機体 A2、 この先に 9S のコアデータが格納されている。報告、ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、
一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できる。私はヨルハ部隊支援随行ユニット、支援しているヨルハ機体 A2 に害をなす行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。私は全部。ポット、ナインエスを頼む。エーテル、君は？私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。But that